皆さんこんばんは。今夜はここ広島市民球場から広島対横浜の一戦を実況川木直樹でお伝えしてまいります。カープの先発はサウスポーの直樹、対するベイスターズの先発はウッドとなっています。さあ間もなくプレーボールとなります。まずは1回の表、ベイスターズの攻撃。トップバッターは西、投げました、直球ボール、まずは高め、ワンボール。さあ2球目、直球ストライク、ワンエンドワンから第3球を投げました、外角低め打った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。足が上がった、投げた、初球バント、ファウル、またバント、一塁送球アウト、ワンアウト。右バッターボックスは3番金城、この後に控えているのは村上、インコース引っ張った、レフト作りました、ボールは中継。右バッターボックスは4番村田、カープ、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。スライダーボール、まずはインコース、低め、チェンジアップ決まってストライク。投球3球目、空振り、タイミングが合いません。第4球を投げた、ストレートはボール、村田よく選んでいます。第5球を投げた、内角高め打った、ぐんぐん伸びていく、ライトセンター見送った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。先制ツーランホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、青木打ち砕かれました、主砲の一振りで先制。左バッターボックスは5番佐伯、第1球を投げました、膝元変化球ストライク、投げました、あっと引っ掛けた、これはセカンド一塁送る、アウト、スリーアウトになりました。1回表が終了して2対0、ベイスターズ先制点を挙げています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは天谷、第1球を投げました、引っ張った、掴んでワンアウトになります。バッターは2番東出、さあ1球目、ボール、低めわずかに外れた、ボール前から投げました、カーブ打った、ヒット、さあワンアウトからのランナーが出ました、投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク、打った、切れました、ファウル、一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ。ツーナッシュから投げました、すっと抜けボール、大きく外れました。第4球を投げた、チェンジアップはボール、内角へ2-2、平行カウント。次は5球目、投げた、打った、ショート取った、セカンドへ、二塁アウト、ファーストアウト、ゲッツー、これで3アウトチェンジ。1回が終わって2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番吉村、打ちました、取って、これでワンアウト。バッターは7番尾関、外野前進です。お、スライダー外れました、アウトコース際どいところ、ワンボールから投げた、カーブ決まってストライク、ギリギリいっぱいをついてきます。ワンエンドワンから第3球を投げた、サードボールを掴んだ、ファーストへ送る、アウト。バッターは8番相川、さあ1球目、初球引っ張った、ヒットになります、ボールは中継へ。さあ2アウトからのランナーが出ました。さあ初球、低め際どい、お、ノーストライク、ワンボール、投げました、高めボール球打った、ファウルボール、ワンエンドワンから投げました、変化球ストライク、低め、ツーストライク、ワンボール、追い込んで第4球を投げました、チェンジアップ、おっ、ウッド、よく見ています。
第5球を投げました。直球打った、取りました。これで3アウト。一塁ランナー相川残塁に終わりました。2回の表が終わって2対0ベイスターズ無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは4番栗原、投げました。スライダーはストライク、まずはアウトロー、投げました。変化球打ち上げた、村田ゆっくりと構えた、取りました。栗原サードフライに倒れました。バッターは5番前田、直球ストライク、アウトコース。第2球を投げた、低め際どい球、ボン。第3球を投げた、打った、第4球を投げた、カーブ打ちました。吉村前進ライト掴みました。バッターは6番シーボル、第1球を投げた、外角低めいっぱいストライク、速い球できました。第2球を投げた、インコース詰まった、取ってアウト、3アウトチェンジ。最後はショートライナーに倒れました。2回が終わって2対0ベイスターズ、2点リードは変わりません。ベイスターズこの回1番からの高打順、先頭バッターは1番西、ストレート見送ってボール、これはわずかに高いか、投げました。第2球目はボール、西集中しています、投げました、カーブ外れました、西よく選んでいます、投げました、打ちました。さあ5球目打った、取りました。これでワンアウト。バッターは2番石井、これが2打席目になります。投げました、初球見送ってストライク、まずは初球決めてきました。投げました、直球見送ってボール、ワンストライクワンボールです。ワンエンドワンから投げた、低めわずかに外れてボール。さあ4球目打った、石原手を上げて取ってアウト、ツーアウト。バッターは3番金城、第1球を投げた、アウトコース低めいっぱいストライク、ストライク、膝元厳しいボール、バッター追い込まれました。チェンジアップはボール低め、投げた、あと打ち上げた、掴んでこれで3アウトになります。最後はショートフライに打ち取られました。3回の表が終わって2対0ベイスターズ、この回の攻撃は0で終わっています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは7番ソヨギ、チェンジアップ見送ってボール、ワンボール。第2球を投げました、チェンジアップはボール低め、ノーツーから投げました、スライダー外れてボール、ソヨギよく見ています。さあ4球目外、スライダー決まってストライク、直球打ちました。金城両手を広げて掴みました。ソヨギ高々と打ち上げた打球はセンターフライに終わりました。投げました、カーブはボール、膝元際どいところ。第2球を投げました、内角低めいっぱいストライク、ワイドは投げました、ボール、チェンジアップ外れました。石原集中しています。バッティングカウントから投げました、スライダーボール、アウトコースへワンスリー。さあ投球5球目、外角低めいっぱいストライク、スライダーを使ってきました、フルカウント。第6球を投げた、結局外れてフォアボール、フルカウントから選びました。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターはピッチャー青木、初球送ってきました、石原飛び出している。打順は1番に戻って天谷、1番センターストライク、熊本厳しいボール、初球まずは入れてきました、内角低めた、アウト、これで3アウト。結局1塁残塁です。序盤終わって2対0
ベイスターズ、2点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは村田。ボール、ストレート外れました。わずかに内側。さあ次の投球です。ボール、村田よく選んでいます。ボール、直球外れました。これもインコース。ノースリーから投げた、まっすぐ決まった、ストライク。ここは1球見ました。ワンエンドスリーから第5球を投げました。天谷、落下点構えて取りました。村田、高々と打ち上げた打球はセンターフライに終わりました。ボール、外れました。胸元、際どいところ。さあ2球目、アウトコース高めいっぱい、ストライク。投げました。流し打ち、どうだ。ヒット、ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが出ました。さあ1球目打った、ライト前のヒットになります。ボールは中継。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。第1球を投げました、決まった、ストライク。ボールカウントワンナッシング。第2球を投げました、これはボール、わずかに外れてワンエンドワン。投げました、ストレートはボール、外角へ、ワンストライク、ツーボール。次は4球目、投げました、打ちました、左中間へのヒット。佐伯、一気にホームへ。二塁ランナーホームイン、ベイスターズさらに1点追加。尾崎、タイムリーヒット。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。バッターはチャンスに強い相川。遠藤、際どい球、ボール、ワンボール。第2球を投げた、外角高め、際どい球、ボール。一塁牽制球を送ります。一塁はセーフ。ノーツーから投げた、カーブはストライク。外のボール球を打った、ファウル。次は5球目、投げた、インコース引っ張った、ファルボール。投げた、ストレート打った、セカンド掴んだ、セカンド送る、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。4回表が終了して3対0、ベイスターズ1点を追加しています。カープ、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番東出。インコース低めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。初球ストライクから第2球を投げました、打った、これはヒットになります。東出、今日これで2打数の2安打。さあ初球チェンジアップ決まって、ワンナッシング、膝元をつきました。一塁へ牽制球を送ります、セーフ。東出走った、投球ストライク、チェンジアップを使ってきました、盗塁成功。投げました、チェンジアップ外れました、ツーストライク、ワンボールです。次は4球目、打った、ヒット、東出三塁も回った、ボールは中継へ。カープ、ようやく1点を返しました。アレックス、タイムリーヒット。バッターは4番栗原。4番、ファースト、第1球を投げました、アウトコースの変化球、ストライク。投げました、カーブ、見送ってボール、これはわずかに低いか。第3球を投げました、強振、空振り、ツーエンドワンと追い込んでいます。次は4球目、チェンジアップはボール、アウトコース低め。さあ投球5球目、打ちました、入れば同点、どうだ、センターに送った、ホームラン、同点ツーランホームラン。卓球は無情にもバックスクリーンへ、ライトスタンド狂気乱舞、4番の一振りで同点。バッターは5番前田、今日2打席目。さあ初球インサイド、判定はボール。さあ次の投球です。ボール、インサイド、わずかに外れた。投球3球目、インコース詰まらせた、センター前に出る、前田センターフライに終わりました。バッターは6番シーボル。6番サード、
球を投げました。高め際どい球ボール。第2球を投げた。スライダー決まってストライク。ワイドアウト。さあ3球目打った。掴んで2アウトになります。バッターは7番そよぎ。これが2打席目になります。第1球を投げた。チェンジアップはストライク。ワンナッシング。1球目ストライクから投げた。スライダーはストライク。バッター追い込まれました。チェンジアップ打ちました。レフトボールを掴んでアウト。3アウトチェンジ。4回が終わって3対3。カープこの回3点返して同点としています。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーウッド。内角高めストレート外れてボール。初球ボールから投げた。ボールカーブ外れました。ウッドよく見ています。投げました。カーブ外れてボール。ノースリー。投げました。チェンジアップ決まった。ストライク。ワンストライクスリーボール。次が5球目投げました。ストレート打ちました。天谷余裕があります。取ってアウト。ワンアウト。打順トップに帰って西。投げました。インコース詰まった。一塁へアウト。バッターは2番石井。今日3打席目。投げました。アウトコース。スライダー外れてボール。投げました。ボール外れた。これも外入りません。さあ3球目カーブはボールインコースへ。